先ほどはハイハットをですね、裏で8分音符の裏で入れてましたけども、これにですね16分音符のですねテンポを、出してやってみましょう。まずこれを歌えるようにしてください。16分音符3つのパターンですね。1,2,3,4、キックとスネアも入れてやってみましょう。で、これだけやったら普通の、16ビートがかったビートに聞こえますけども、先ほどと同じ場所でハイハットを開けてみます。そしたらファンキーなディスコビートに、変身するというか、はい、そういう感じになります。という感じになります。